ハンス・バイデッツは、ドイツの版画家である。16世紀に刊行された、14世紀の詩人、ペトラルカ、純逆領社会への対処法、デリメディーズ・ユートライスク・フォルトゥナイの版に、ギガ的な挿絵を描いたことや、オット・ブルンフェルスの本造書の図版を描いたことで、知られる。フライブルクで生まれた。父親とされるのは、同名の、ハンス・ワイデッツ・デム・オルタンで、 1497年から1514年にフライブルク・イム・ブライスガウで働いた職人でフライブルク大聖堂の彫刻作品を制作した工房の人物とされている。本蔵書の図版兄弟のクリストフ・バイディッツともにキアロスクール版画の発明者とされるハンス・ブルクマイヤーの下で活動した当時の有名な版画家アルブレヒト・デューラー、ハンス・ホルバインダの有力な仲間であった。 1512年から1522年はアウクスブルクで活動し、1522年からはストラスブールで書籍の図版の基本画を制作した。マルクス・トリウス・キケロの義務について、ヤプレウスの変容、プラウトスの喜劇などが印刷刊行された版の挿絵を作成した。バイディッツは原画を描き、正版彫刻はヨーストでネグッカーらが行った。 1530年から1536年の間に出版されたオットーブルンフェルスの解説による本草書、本草写生図譜の図版を描いた。これは植物図の分野では画期的な進歩を示すものとなった。出版業者クリスチャン・エゲノルフは本草写生図譜から多くの図版を流用し、本草書、ハーブ、木、低木、野菜や穀物を出版した。 本像社製図譜の出版社、ヨハン・ショットは、エンゲルノフを、著作権の侵害で訴えることになった。ありがとうございます。